インシアです。明けましておめでとうございます。ということでね、今日は2024年の目標をね、決めていきたいなと思いまして、なんか毎年毎年さ、聞かれるじゃんな。今年の抱負はとか、私つまんない人間だから大学1年生の時とか世界征服とか適当に答えてたんだけど、プリキュアになるとかセーラームーンになるとかね、そんなことはどうでもよくて、困る質問をしてくる輩というものがいるわけですよ、この世には。まあでも確かに、そういう質問に対してうまく返せない自分もなんか対策不足だなって思ったの。まあ、ましてや私ちょっと今年ね、大学院入学するとか、自分が作ってるアイドルグループ頑張りたいなとかね、そういう気持ちはあるんですけど、頑張りたいなとか、大学院入学楽しみとかはね、浅はかじゃないですか。具体的じゃないというか、やっぱ目標って、抽象と具体の間ぐらいにあるとより良いというか、夢も含ませつつ、ちゃんと実現というか、地に足を踏んだよ、なんか地に足を踏んだってなんだ、地に足つけたことを言うとより良いと思うんですよね。まあ、ということでね、気合を入れてね、もう今年の目標決めをしようと思ったんですけど、ね、やっぱり思いつかないんですよ。ということで、もう思いつかないからいい感じのことが、逆にね、やりたいことをね、100個考えてみました。その具体的なものを100個考えたの。だから、うまいことその具体的な100個から抽象化して、今年のなんか自分がやりたいこととかね、目指してる方針とかがね、分かればいいんじゃないって思って、悩んで、思いつかないで流れちゃうっていうのがこの世の常なので、アウトプットして、そっから探していくと。まあもし見つからなくても、この100個のことを順々にやっていけば、とりあえず今年は OK じゃないみたいなところがあるので、ちょっと私のね、今年のやりたいこと100個をね、だらだらちょっと話していきたいと思いますね。今日はそういう動画になります。でね、100個見ていきましょう。はい、1、早々のフリーレンを見る。2、ピクミン。この辺はね、欲ですね。みなって感じだし、ピクミンをやりなって感じなんだけど、ピクミンをやりだしたら人間をやめることと一緒なんじゃないかって思っちゃうんだよね。モンハンとかをさ、勧められた時に、でもモンハンやりだすと人間やめることになるよって、私よく言われるんですけど、まあ多分そのピクミンも、例に外れずそういうことなのかなって思いましたね。ピクミンとかやったことなかったそんなに興味もなかったんだけど、正月友達が夜勤明けで嫁ってきて、手はピクミンやってよって言って、なんかもう起動してやらせてたのよ。友達はね、布教するのが上手なの。ご利用しが上手いから、カセットを持ってくる、電源をつける、コントローラーを渡すってところまでやってね、お膳立てをしてくれるのにまんまとハマっていますよと。もうね、今ピクミンがやりたくて血がうずいてるんだけど、でもね、やりだしたら止まらないから本当にこれがね、一番の悩みですね。3、美術館展示に30以上行く。去年22個くらい展示とか美術館とか合わせたら行ったんですよ。だから今年は30くらい行きたいなって思ってるんですけど、30ってことは、まあ、毎月3つ以上は行かないと、まあ、計算的に渋いかなみたいな。行かない月とかがあったら終わりだからね。結構意識的に行っていかないと厳しいんじゃないかなって思ってます。4、美術史を学ぶ。これもあれですね、大学院がアート系のところに行くので、こういったまあなんか美術館展示、美術史とかね、基礎的なところを抑えていった方が自分の学びがね、研究がより深まるんじゃないかなって思ったんですけど、そもそも私大学院に行くのに美術史とか歴史を一切わからないっていうのが、問題だと思うんですよ。解決していきたい課題でございますね。5、新宿アルタキースタジオでワンマンライブ、後ろのビジョンが公開なので、後ろのビジョンにね、こういうなんて言うんだろう、ロココ、バロックみたいな感じの、ちょっとヨーロッパ、フランスみたいな、私が好きな世界観で、ちょっとワンマンライブをやりたいなと思って。私だけじゃない、それでの、私のアイドルグループでワンマンライブをやりたいなっていう話ですね。はい。6、英語の勉強、トイック800上げ。一生できないやつね。はい。普通研順位級を取る。この辺のね、語学系もね、ちょっとやっていきたいよね。クオリティの高い MV を取る。MV 今も撮ってて、完成待ちって感じなんだけど、クオリティの高い MV を撮ってね、その監督もね、したいなーって。思ってます。アイドルの方のチャンネルに行くと今まで私が作った動画とか見れるので、よかったら見てみてください。登録者10万人、銀の盾。あれですね。なんか YouTube って本当に良くないなって思うのが、10万人とかまで行かないと、証みたいなのがもらえないじゃないですか。でも今って逆に、前と違って登録者10万人の YouTuber ってすごい多いと思うんだよね。そのショートがさ、できるようになったから、銀の盾もう配りすぎて銀枯渇してるんじゃないのかなと思うんだけど、もう私もね、ちょっと銀の盾いただきたいので、やっぱね、始めちゃったからには、頑張りたいなっていうのがあって私毎年言ってるけど今年こそは YouTube 頑張る女性 YouTuber とコラボ、これもマジでしたい。初対面の女の人と話すの結構苦手なんですよね。めっちゃ仲いいとか気心知れたメンバーとかだとすごい楽しいし、一緒にいて好きなのは女性なんですけど、初めましての場合の女性ってちょっと怖いんですよね。この辺のコミュ障改善もともに、YouTuber とかで友達を増やしたい。異性の、異性じゃない、同性の友達を増やしたい。ということで、同性の友達を作る11番目です。アイドルで企業案件をいただく YouTube でもお待ちしております。写真を撮る、写真集を作る、ライカゲット。
ライカっていうクソ高カメラを持っている知人がいらっしゃって、その知人に、知人っていうか神なんだけど、神に、写真を撮っていただいて、その写真がなんか5万とあるので、それで一旦写真集とか作って、演じてはファースト写真集みたいなのを出したいなって思ってます。皆さんぜひ買ってください。個人の作品を作る。そうですね。今年も、わら人形のわらちゃんとか、他には何かな。まあ、卒業制作とか作ってて、なんかアイドルの作品も一応私が作ってるものではあるんだが、しかしなんかそれとは別で自分のアート活動の一環としてまたなんかアイドル以外のものも作りたいなって思いました。ワイヤード定期的に読む、レッツ文化的人間って感じですね。アクリルでいろいろ作って販売ですね。アクリル工作、どうせやっと様になって皆さんに届けられるようなアクリルキーホルダーが作れるようになったんで、一旦棚とかを作っていきたいですね。どこかけるゴシック、ゴシックじゃなくて、これ多分バラックのことですね。社長の部屋に住むといいですね。インテリア系の YouTuber バーって見て、インテリアにチャレンジしたいなって思ってますね。ちょっと、ホームレスだったので、ね、長いこと。なんかそろそろ、なんかね、部屋の開拓をしたいなって思ってますね。やっぱ自分の居場所ってすごく大事だと思うので、頑張りたいですね。生活に必要なものを自分で作る。これはアクリル工作も毎回ですね。生活を豊かにすることを、私は頑張っていきたいなと思ってます。自分の好きなものをビジュアル化する、愛する効果の衣装を作る、社長になる、生活リズムを整える、健康になる、美容に気を使う。でも美容に気を使う、まずは今年にできて、3ヶ月ぶりに美容室に行きました。髪を切りました。あんまりわかんないかもしれないけれども、結構切りましたよ。ショートカットだとね、変化がさ、乏しいから、切っても、なんか切ったとか全然言われないんですけど、切りました。違う方向性の自分を見つける、カッコ赤の切るって書いてあるんだけど、このカッコの方がわかりやすいの、いけんな。違う方向性の自分ってどういうことなんだろうこれ。だから今の自分を、多分これは否定したくないっていう、こう浅ましい感情がここにあったんですね。私は別に今の自分のなんていうんだ、ビジュアルとかにそんな悪いと思ってないんですよ。で、逆に今の系統というか、系統とかを見つけてそっち方面になりたいのみたいな。今の自分は自分でそんなになんかね、大外れみたいなことは全く思ってなくて、結構ね、いい感じだなってなってるんで、まあそれに加えて違う方向性の自分みたいなのを見つけて、わかりやすい形で表現できたらいいなって思ってるんですね。はい、美意識を高める。なんかこれ2回目じゃない、美意識を高める。私の永遠の課題なのかもしれない。今ね、東大でアートと美意識みたいな講義を受けてて、それの影響ですね。これは美意識って言葉自体を意識することがそもそもなかったので、まあ美意識を高めることを意識してもいいんじゃないかなって思いました。マーケティングについての考え方を身につける、はい、AI 情報に追いつく、上やらやる技術を理解する、楽しめるくらい解像度を上げる。これですね。なんか本当に私いろんなものに興味があって、新しいものとか基本的に大好きだし、何か確立されてるコンテンツってやったら楽しめるんですけど、 AR とか VR とかマジでいまいちわからないんだよね。楽しくないとかつまんないとかじゃなくて、分かってないが正解で、ちょっとこの辺はね、きっといい技術だと思うので、楽しめるようになりたいですね。タッチデザイナー使えるようになる。これはタッチデザイナー使えたらもっといろんなことができるんじゃないかなって思いました。去年落合陽一先生の授業を受けた時に、タッチデザイナーを使える人がたくさんいて、素敵なものを使ってて、まあアイドルにもすごい応用できるんじゃないかなって思ったので、タッチデザイナーやりたいなーっていう願望です。上手に休む、これマジで大事ですね。なんか私結構休みが必要なタイプの人間なんじゃねみたいな気持ちになってきたので、精神的に追い込まれないようにしてる。これもそうですね。元気に働ける、稼働時間を増やす、これは大体言ってること全部同じですね。はい、この3つ。お茶に詳しくなる。素敵なカフェに出会う。お茶好きなので、皆さんおすすめのお茶とかあったらぜひ教えてください。私はルピシアの格闘ウーロンティーとかね、好きですね。あとは金木犀のチョコ。あとね、クリスマス限定あたり売ってる、なんかね、チョコっぽい、チョコとかチェリーっぽい味のお茶、好きです。茶葉だけで甘っ、香りすっごいみたいなやつがね、すごいなーって感じますね。私は結構ミーハーなので、そういう分かりやすいお家とか好きですね。アイドル×前は並ぶで表現力を拡張したいと。まあ、これは表現方向をたくさん増やしてね、それ自体がコンテンツになるようにしたいなって思いました。アイドル以外と演出をコラボさせる。アイドル以外のコラボをたくさんお待ちしております。同業他社同士でコラボをしても、協力し合える中にはなりにくいのではないかなって思ってて、同じ系統だったらお客さんシェアにならない気がするんだよねっていう気持ちですね。だったらなんかお互いの良さを引き出し合えるような別のアーティストとか、そういう技術者とか、まあ、クリエイターとかとコラボした方がお互いにとってハッピーなコラボになるんじゃないかなと思いました。メンバーの魅力を世に伝える。これ大事ですね。私のうちのメンバー全員可愛いので、見てみてください。概要欄にね、ツイッターとか載っけとくんで、はい。プロデュース頑張る。今、いろんな人に初めてのアイドルに、ね、
ナール、アイスのコミュニティ化強化、アイスファンクラブを作る、N 回目。私結構やりたいって言ってできてないことが多いんで、注意しなきゃいけないんです。MBTI とかあるじゃないですか。私はあれ ENFPT ってやつなんですけど、まさにそういう感じの性格で、興味旺盛だけど、新しいものにすぐ飛びついちゃって興味が分散されちゃうから、行動力とか最初の発信力はあるのに、なんか飽きたみたいになっちゃって、なんか最後までやりきることができないことが多いので、行動力あるっていうのはいいことなんですけど、興味を分散せず、一旦落ち着くみたいなのね、そろそろ大人なんで頑張っていきたいですね。生活での学びを体系化する、なんかあるんですよ、生活での学びって。ああなるほど、こうすればよかったんだとか、なんかこの人の考え方素敵だなとか、この人の生活の仕方素敵だなとか、価値観がいいなとか、これ真似しようとかあるんですけど、一個一個が分散されてて、多分これ可愛かったって思ってても覚えてられないじゃないですか、そんなの全部。だから忘れちゃって、なかったのと一緒になっちゃってるのが悲しいので、どうにかね、実生活を体系化していきたいですね。YouTube とかもその一環みたいなところあるんですけど、自分が何を思ってたかとかを簡単に振り返れるようになってて、いいなって思いましたね。もう半年前のとか、就活やばいよみたいなの見ても思うもん。こんな風に思ってたんだみたいな。あとは当時仲良かった子とか、当時たくさん話してた人の話とか、で、影響を受けたものとかを結構アウトプットしてるので、エモい気持ちになりますね。あ、これあの人の影響だ。いや、でもね、YouTube やってる人あるあるだよね。当時影響された人の話をしがちでね、YouTube やってない人からしたらすっげー迷惑だろうなって思うんですけど、ハンチバックを読みたい。皆も読んでみてください。感想を教えてください。あいつが爆売れする方針を見つける。これ大事ですね。メンバーの人生かかってるんでね、頑張りますよ。音程を認知できるようになる。私は音に対しての認知がめちゃくちゃ弱いので、音感を鍛えていきたいという、ね、今更ですが、歌うことを好きになる。歌うことめちゃくちゃ嫌いなので、歌うことを好きになりたいですね。アイドルコンテンツをもっと触れる。アイドルめっちゃ好きで、鬼のように見てたんですけど、今年本当に全然見なかったというか、結構いろんなアイドルさんの MV とかをチェックしたりするんですけど、弱かった。なんか意識的に触れたいですね。今年は、なんだっけ、日プにめっちゃハマってたから、触れてはいたのか。鬼のように見てたな。もっと触れる、すごいね。アイドルでの個人売り上げを2倍に上げる。頑張ろう。大学院成績量。そう、大学院の成績がね、いいとね、賞金が、カリキュラムの賞金がなくなるかもしれないらしいので、頑張りたいと思いました。大学内に自分の場所、各物流を作る。アート系の大学で自分の固定された場所がないのってきついと思うんですよ。だから私はデジハリ内に自分のスペースを確立させたいですね。もうここはに私の荷物を置いていいとか、いつでも行っていいみたいな場所を作りたい。アイスでアンジを超える代表を作る。プラクティス動画撮る、推しカメラ撮る、ワークショップやる。コンテンツ拡充ってことですね。カメラの機能を一通り覚える。あ、カメラ撮りたいんだよね。そう。さっきのライカゲットみたいなのもそうだけど。今はね、キャノンのキスってやつを使ってます。アーティストとしての位置づけを強固にする。今なんかネットでなんか騒いでる、なんか気候種みたいになってるので、なんか自分の立ち位置というか、そういうものをね、いい感じにしていきたいなと思います。衣装を見つける。衣装をなくしました。皆さん、新宿あたりで。あ、落としたのかな、置いてきちゃったのかな、なんか食べれちゃった気もするんだけど、まあ見つけたら、赤と黒の衣装が入ってる袋を見つけたら教えてください。もう一回水晶取ってるんで。レジに使えるようになる。乗りたい。安定収入を得る。安定収入欲しい。スポンサーをつける。グラフィックデザインもっと上手くなる。グラフィックデザインをもっと上手くなりたいのでね。最近はね、本を読んでるんですけどね。あ、これだった。本を読んでるっていうか、紙に捨てるほどじゃないけど、君読むって言っていただいたんですけど、デザインの本とかをね、自分でも一応こういう系持ってるっちゃ持ってるんですけどね、やっぱあればあるだけいいんで、こういう知識は。ね、最近インプットが少ないなというのが自分の中の課題でございますので、インプットも増やしていきたい部分でございます。新たに好きなアーティストを見つける、皆さんの好きなアーティストを教えていただきたいです。おやすみプンプンは読む。読了してないんだよね。途中までしか読んでないの、プンプン。なんかね、毎回プンプンの最後ってどうなんだっけ、私読んでないな、みたいなね、思っちゃうんだよね。プンプン読もう。大体おさむ読む。夏目漱石も読んでないですよ、見たい。夏目漱石、めっちゃ好きです。で、現状物語読み返したいんだよね。指示のノウハウを身につける。私は本当に指示が下手なので、人に何かを伝えることの難しさを今年1年痛感したので、頑張りたいなって思っています。早速待ってます。知名度を上げる。今あるコンテンツをよりよく見せるですね。コンテンツを増やすことも大事なんですけど、今やってるもの自体をなんかよく見せるっていうのを意識していきたいなと思いましたね。なんかやっぱ新しいことをやるんじゃなくて、今あるもののクオリティを磨いた方がそれはいいものができるに決まってるので、頑張りたいです。ゼルダ今年こそはやる。ポケモン SV 青の4番やる。オーガポン捕まえるところまでやったんだけど、なんかステラみたいなのやってないんだよ。
大学卒業する。これ一番大事ですね。あと2点、本当にどうにかしてほしい。感性だけでなんか作る。私は結構何かを伝えるためにアートを使用するみたいなことが多いんですけど、アーティスト的な感性で何かを作ってみても楽しいのかなって思いましたね。自分との向き合いみたいになりそうですよね。何が好きなんだろう。私何かを作ってると結構イライラしちゃうんですよね。その自分の中で多分もっとこうしたいみたいなのがあるんだけど、それがうまくビジュアルができなくて、なんか悔しい思いをしちゃうんですよね。まあみんなそうか。政治家と話す。なんだこれは。地域活動貢献。どこでも、もうどこでも私貢献しに行くんで、ぜひ、地域の方。地域の方って何かわかんないんだけど、私、沖縄地元って言ってるんですけど、あんまりなんか地元っぽい地元みたいなのがなくて、引っ越しばっかりしてたんで、ここっていう地盤の地みたいなのがないんで、私の地盤の地を作りたいから、地域活動にね、貢献いたしますので、どこでも呼んでください。お仕事いつでも何でも待ってます。沖縄に詳しくなる。沖縄の観光的な仕事をもらう。沖縄出身なのでね。愛室ダッシュ村を作る。アキラ読む。火の鳥読む。ラジオ番組に出たい。喋れますので、即興で大きな声で喋れます。声が低いので、聞き取りやすいんじゃないですか。深夜ラジオとかね、いい気持ちで聞けると思うんで、呼んでください。呼ばれたい。オンラインサロン作りたい。これはちょっと怖いね。本出したい。展示会やりたい。あ、本出したい。待って、ちょっと。本出したいの、本当に。ね、なんでもいいね。人生とか価値観とかなんかそういう、でも自己啓発本出すのか、私でとか。やっぱなんか人生での学びみたいなね。だったらもっと私の人生をちゃんとこう、面白い形にまとめないとダメなのか。ただただ人生言うだけだとしんどいのかな。やっぱり。うん。まあ、本、マジで出したい。はい。展示会、去年もちょっとやって、ふんわり概要が分かったので、展示会やりたいですね。アイスポートフォリオを作りたい。なんか、自分のアイドルグループがね、どんなグループですとか、営業しやすいようにポートフォリオを作りたい。これ結構ちゃんとやりたいですね、ポートフォリオ。友好的じゃない人ともうまく喋れるようになりたい。これね、本当に思ってて。向こうが仲良くする気があれば、私結構ベラベラ喋れるし、なんかフレンドリーに接しられるんですけど、向こうが、ふんみたいな態度をちょっとでも取られちゃうと、なんかビビるんですよね、めちゃくちゃ。なんか、嫌いかなみたいな風に思っちゃうのですぐ、ちょっとね、ビクビクドキドキしちゃう、この小心者みたいなの直したいですね。公開したい。福祉活動をしたい。愛室で合宿免許で車の免許取りたい。合宿免許で車の免許取りたいんですよ。通学じゃないんですよね。合宿がやりたい。楽しそう。クリエイターのコミュニティ作りをしたい。クリエイター同士って結構お互い求めてるところがあると思うので、コミュニティ作りしたいですね、やっぱり。やっぱなんか、私が長くこう、アーティストとか物を作るとか、こういう発信とかで生きていくためには、人とのつながりというか、能力のなんかシェアみたいなのが大事だと思ってて、それは単純に絵が上手いとかそういうこともそうかもしれないけど、考え方とか、ノウハウとか、いろいろ大事だと思うんですよね。SNS 時代でやっぱ人とのつながりが希薄になってる今。それこそちゃんとしたなんかこう、コミュニケーションを取れる場を持っておかないと、クリエイターとかものづくりみたいな人は辛いんじゃないかなって思ってますよね。まあそれもこれも私一人でね、圧倒的なものを作れないのも悪いっちゃ悪いんですけど、このままね、みんなそんなもんじゃないと思うんだよね。たまたま目についてたまたまなんか、激良い仕事が来るまで待つみたいなのはちょっと嫌だなみたいな。それよくはクリエイターでこう回しながらね、うまく生きていきたいなって気持ちがありますね。はい、100人。個人グループともに女性にもっとリーチしたい。これ永遠の課題ですね。女性にもっとリーチしたい。お客さんがまた来たいと思えるライブをし続けたい。服のモデルやりたい。服好きなことに気づきました。はい、古着とか派手とか。これは何プリプリするみたいな。渡辺直美さんプロデュースもするんですね。これはね、最近アイドルの方でレッスンが結構流行るので、可愛いレッスンに欲しいなって言ったら友達がくれました。番組とかイベントの司会やりたい。メンバーごとの冠番組作りたい。以上になりますね、100個。文化系のこと、やっぱゲームやりたい、アニメ見たい、本読みたい、美術館行きたい、カメラ撮りたいとか。文化方面のこと、半分ぐらいなのかな。あとは語学勉強したいとか。あとは自分のクリエイティブ頑張りたい。以外にあるか、逆に。そうだよね。びっくりしたのがさ、100個思いつく中で私旅行に行きたいっていう気持ちがないんだなと思ってびっくりしましたね。みんなやってみればわかると思うんだけど、やりたいことをあげるって25個くらい目で結構つまずくんだよね。もうなくないみたいな。なんか私はとりあえず量を出すことが大事だと思ったから、本当に最初に早々のフリーレン見るとかピクミンとか軽いものから書いてって始めて、もう思いついた順に入れてったけども、結構100個出すのしんどかったんだよね。3時間くらいかかったかな。3時間くらい出し、かけて切り出して、私はその100個の中に旅行行きたいとか遊びに行きたいみたいな気持ちがないんだなと思って。なんかそれよりも何々作りたいとかの方が多いのにびっくりしました。
でもこういうのを見るとやっぱりそういうところがわかりますよね。私は自分のこと結構外交的だなって思うことが多いんですけど、外交的な人の割には一人でやりるようなこととかをやりたいなーみたいな。外交的であることよりもなんか文化的に生きる方が私にとって大事なんだなって思いました。みんなもね、好きなもの100個作ったらこのコメント欄にシェアしてください。以上になります。ありがとうございました。私も頑張ろう。